こんにちは、社長部長の YouTube の社長です。今日は便利なグッズを紹介してみたいと思います。木材をですね、45度に切ったり、それから垂直に直角に切ったりするのなかなか難しいと思います。このマイターボックス、この溝のガイドに合わせて切るだけで45度、その他67.5度、逆にすると 22.5度、いろんな角度で木材を切断することができます。こちらを実際ですね、フリーハンドでやった時とこのガイドに沿って切った時、どちらがきっちり切れるのか検証してみたいと思います。この木材をですね、直角に切ってみたいと思います。その時はですね、こうやって差し金で当ててもらってラインを出して、これまっすぐ切ったように思いますけど、やっぱちょっと斜めに、わかります？ちょっとこんな感じ、はいはい、斜めになってますよね。それとか、じゃあちょっと45度に、45度に切ったようですけども、ちょっとこうやって誤差が出てきますね。こういう形でこうつなぎ合わせた時はちょっとやっぱり隙間が出ちゃいます。でこれを解決。それではマイターボックスの45度に合わせて印なしで切断していきます。あ、でもなんかすでに綺麗なんやけど、直角マイターです。直角45度の留め切りをしたものですね。下の方がマイターを使いました。で、上の方がマイターを使ってない時ですね。90度に切った時、垂直に切った時、下の方がマイターを使った切り口です。上側がフリーハンドで切った時ですね。というわけで実際にこのマイターボックスのガイドに合わせて45度それから90度直角を切ってみました。実際使ってみて、ちょっとこの本体もですね、一緒に切れたりするんで、まあ消耗品感覚で使う分には十分使える商品かなと思います。便利な商品です。次回もまた商品紹介していきたいと思いますので、どうぞご視聴の方よろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。便利な商品です。次回もまた紹介、次回もまた切れることがないと思います。はい。